だって分かる、狭い二階部屋から、そうでもない、そうでもない、うん、そしたらええわ、朝でもね、うん、寒て目が覚めたことはない、うん、昼からぬくなるんだろうか、うん、昼からぬくなるでな、日がさすけ、ああ手がかじかんでしまった、ガイナー首をするんやな、あんね、命令、ね、わ、何夜中に起きるけんよ、夜中に起きるけんことあるかい、昼間寝とるけん起きるんやろ、昼間寝るけん起きるんやろ、昼間はそがいこれ感じしだしてからねんぜ感じした方がよかろう、でも頭働くし、うん、いいけどな、あのうつむいて座ってするのはムカムカしだすんよ、いけんけ横になってせないけん、横になってすりゃこっちをかかないけんけ、これが糸になるんよ、どこぞわわんなるんじゃけん、バカちゃん頭こっちにしたら手がこっち置けるのに、いけなくらいけん、暗い方向くようになるけ、いや、なここでやらしたらいいじゃん、こっちで、うん、こっちでやったらこうやって見える、ついよ、こっちで右でこっち使わない、ついよ、それじゃあるか、ね、おいしい、そこたまに子供の声聞こえるけど、どこの子供？子供？行ってきますとか。そこ？下の方。あどこやねんやないか。あの三浦の孫じゃないか。そんなにちっちゃすぎるやろ。こんな子？小学生やろ。小学校ぐらいよ。そんなことないわ。あの息子の子じゃったら。そんなことないわ。息子50何倍なのに、うん、そうやな、これ寒い空気は下に落ちるけんな、ここ寝とったら寒ないよ、足が、うん、下が寒いよ、うん、下がな、うん、気
木を見て森を見る水か、森を見て木を見ず、どっち？木を見て森を見ずよ。要は、要はな、木だけ見とるけん全体が見えてないっていうことを言えるわけよ。だけん木を見て森を見てないっていうわけよ。だけん小さな見て全体を見てないっていう意味だけん、木を見て森を見ず。森を見て木を見ずいうことあるかい？木を見て森を見ずよ。一つの言葉で小さなこと見て全体を見てないいうこと。ああ、うん。ああ。森を見て木を見ずって。森を見たら木は見えろうな。武田さん昨日もらんかったな。うん、昨日もらんかった。やっぱばあちゃんとこ行きようになるんやね。それはあんたが考えることで。はいって夜じゃけ。それは違うと思うで。朝顔を見ず、あ、じゃあ、朝顔を見て菊を見ずって知っとる？知らん。知らん。知らん。朝顔を見て菊を見るじゃん。あ、知らん。ないでしょ。生まれて初めて聞いた。そんな言葉ないのに。朝顔を見て菊を見ず、どういう意味それ？バカだ。誰がそばのこと言う。誰でもあんたが言ってることぐらい言ってね。朝顔を見て森を見ずよ。違うぜ。朝顔を見て菊を切るよ。チューリップが咲いて菊が咲かんよ。うん、そうよ。三山ひろし入院と見た。うちら嫌な夢ばっかし覚えとらんけど、もう嫌なつらい夢ばっかり見る。倒れても何も踏むじゃない、見る。倒れて救急車を呼ぶよ。倒れても倒れても美味しい。漢字は難しいかな。難しい漢字よりもな、どこに四字熟語を入れたらいいかが。いや、やりにくくなった。難しいこと？うん。離婚なしちゃったさっさっさっさと書きなはるんじゃ。何？離婚なしちゃったさっさっさっさと思いつきなはる。お母さんよ思いつか。そりゃそうじゃな。これ食べ。うん。ちょっと緑身なんだろう。ここが抜くいけん、ここ行きないや。別に別にいいのよ。うち歩くけん。まだ飲んでちょっと。うん。来いよ。まあ、おいしい。電話かかってくんじゃない？出た瞬間に。もう3時？もうすぐ3時よ。
やった瞬間に買ってきてもらえない。それじゃない。それじゃない。ここに。これ10本ほど30よ。これ中間見るにこの置いとるよ、これ。それやるとらせん、真ん中。やるじゃないか。うん。森を見て林を見ずって知ってる？森を見て林を見ずって。林と森何味が？何やった？木。木を見て森を見て。森を見る。林と森何味が？林と森は違うわい。どういうふうに違う？どういうふうに違う？森の方が木が多いんやろ？そうよ。どういうふうに見分けるわけ？うん、林。知らん。知らん？うん。林と森ってどうやって分けるんだろうな。どうやって分けるんじゃろう、林と森を。森は昆布になったんじゃろうか。林と森の違い何？知らん、知らん、言うていけや。名字もある、林さんと森さんと。何が違う、森と林。口についとるじゃないか、これ、ここに。何じゃろう、これ。それ牛乳のあれじゃないかな。何それ汚らしいなんて。それあんたが汚い。洗ってないけど、洗ってないけど。それお食べんの？食べる。あれやれ、これで寝たら気持ちがええんじゃんの。寝たらよいけないのじゃ。 なるべく寝ようにしてたらよ、またね。少しあげる。いらいらいら。食べたらいかんね。うん、食べないかんのにあげない言われたらいかんね。せっかく今やめとんのに。あと1週間ちょっとで病院で検査やるの。またあと、うん、食べん。おやつを食べんかったらどうなるの？今度だいぶ違うで、おやつ食べとらんけ。そんなこともない。多少は違うけどな。うん、やっぱ朝ごはん食べたこと上がるんよ、相当。こうやって朝ごはんで、味噌汁がやっぱ塩分とるけんいけんのじゃね。塩分関係ない、糖分。糖分、塩分、それは血圧。ああ血糖やね、砂糖。でもあれ2ヶ月単位の平均やけんな、こうやってわけ。今度2ヶ月だったら空10のやつがいくやろ、こうやって、うん、2ヶ月単位やけん、うん、わけ。さこの1ヶ月頑張っても、前の1ヶ月ひどかったら平均するけん、あんまりぐっと下がらんのよ。うん、みんな家の巣で何しようなんじゃろう。年寄りばっかりじゃん、向こうの。昼寝したらいろいろしようんじゃない。あんどこやろ、武田さんとこのお母さんはテレビ一切見になったわ。高田さんのところのお母さん、うん、カキ持ってきてくれる、朝早うに。あの人も武田さんっていう。武田、武士の武と、うん、それが町の方行ってずっと下でしよるときにはなんぼいなと、家賃が。何をしよるとき高かったよ。何をしよる、何をしよる、町で家賃っていうの。町で何をしよったの。自分らが生活するのに。それしよう。そしたらな、ここ言うたら一枚の輪が聞いた。狭いもん、ちっちゃいもん。だいぶ助かるかいなぁ、なった。3人で住んの？3人じゃなかろ。何？
何年かしな、長男と男の子2人、まあ、下の子は見たことないけど、うん、男の子はおるいでいいなった。うん、おいしい。これなんとおいしい。あ、なくなったな。下歩いてこねて。あれヤクルトの偽物みたいなの飲みようもんね。そう、あれは歩いて飲んだ時にな、喉が腐るよあれ、うん、これは飲んだら足りんけん5本ぐらい飲んだで。はぁ、いっぺんに。あと量が少ないもん。あれ再現もなことないやん。ポロポロ落ちよるで。ポロポロ夏なら毎日飲むけどな。甘酒は、甘酒はもう買うなよ、高いって。飲みとないんかな。飲みたいわ、それ飲みたけど我慢して。うん、甘酒とな、あのヤクルトみたいな飲んだらうんこがな、3日ぐらいで出るんよ。だけどなかなかいけ、なかなかいことね。あたた、今日はぬくいですよ、と昨日も今日も、うん、歩いてこんでいけん。風はなかろうか、嬉しい。風はない。